だんだん物語も進んできた第3夜目。この回で一気に第3層を踏破します。それではどうぞ。来たね。今夜の舞台は拷問刑場。裏切り者が露と消える処刑場だ。死にたくないなら登るしかない。そろそろ始めようか。いよいよ死の登山の本番が始まる。罠の石は乗ると仕掛けが発動する。罠の上で立ち止まらないようにしよう。くそ、まただ。どこまで続いてんだ。毎晩じゃねえか。みたいだね。興味深いよ。おい、そこに突っ立ってる羊。金ならやる、いくらでもやる。僕をここから救い出せ。無理だって。僕を誰だと思ってる。僕はコンツェルの後継ぎだ。選ばれた人間なんだぞ。羊に言っても埒が明かん。うだうだ言ってないで立てよ。上に行くしかないんだ。うるさい、分かってる。僕にこんなことさせるなんて。羊の習性ってのは面白くてね。先導するやつに集団でホイホイとついていく動物なんだよ。だが先導者が崖から落ちれば羊はみんな死ぬのさ。おお、ここ8つの階層でできてんだって。それって出口があるってことだよな。よう、あんたにも教えてやるよ。とっておきの登り方ってやつさ。ああ、ぜひ頼むよ。スパイダーについて説明をしよう。石が邪魔で目的の石まで行けないときはぶら下がって移動してみよう。邪魔な石を挟んだ両側に乗れる石があったときに有効な手だ。U の字のように移動すれば石を飛ばすことができるぞ。油断してはいけませんよ。やっぱ俺の女が魔女だったのかね。ああ、例の噂の。
この間なんか急に怒り出してな、飯にフォークをグサーッとね、殺されるかと思った。でもあなた、そういう人は好きなのでは？女性を支配したがる男性は女性に服従したい願望も強いそうですよ。これ本当です。技のこと話していくか。悪い、急ぐんだ。油断してはいけませんよ。どうも。私たち技を検討しているのですが、ぜひあなたにも加わってほしいのです。え？俺？あなたの登り方結構斬新ですので。これ本当です？そうだな。ではまず私が編み出した技ですが、ブリッジについて説明をしよう。谷まで先に進めないときは石を谷間まで動かして橋を作ろう。谷間があっても石で隙間を埋めてしまえば渡ることができるのだ。どうです、もうご存知でしたか？ああ、ってことはこんなのも技になる？空中ブリッジについて説明をしよう。ブリッジを応用すれば石2つ分の広い谷間でも大丈夫。同じ石を連続で押して向こう側へ渡してしまおう。もう一つ別の石を引っ掛ければブリッジの完成だ。なんと、やはりあなたただ者じゃないですね。兄ちゃんすげえな。あんたのその技で次も乗り切れそうだぜ。いや、くそ、この景色絶対に間違いねえ。ここ昨日意識がなくなった踊り場じゃねえかよ。もしかして死ぬまで続きを毎晩やり直せってことなのか。いや、お前もう見たか、登ってる時に襲ってくる羊草。それって道の奪い合いじゃないのか？バカ、完全に来てんだよ。何がどうなってるのか、自分も気づいた。知らないうちに手が、マジかよ。あんたもあの国会室で聞いたか、あんたがここに落ちて死ねばいいと現実世界で願ったやつがいるだっけ？ああ、聞いた。あんたには思い当たる人はいるか？いるよ、大勢な。大勢けど、まあこんな呪いへでもねえよ。こんなとこあそこに比べたら。俺は地獄から逃げてきたのさ。ああ、とっとと上やってくれ。せっかちだな、座りなよ。来たね、子羊さん。なんだってこんなことすんだ。わけわかんねえ石の山を登らさせ、それに昨日の化け物あれ一体なんだ？あのさ、ここはあんたの夢の中だ。何が出るのもあんた次第さ。違う？もっともこの夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。現実世界でおかしな真似をされちゃゲームを続ける上でいろいろと面倒だからね。次はこっちの質問に答えてもらうよ。第3問です。男性を素敵に見せる下着は次のうちどっちですか？あんたそっちを選ぶんだ。面白いね。あんたの動きなかなか興味深いよ。せいぜい頑張ることだ。生きて頂上へたどり着いた羊も過去に全くいなかったわけじゃないしね。本当か？ここからずっと上、遥か第八階層にはカテドラルがあってね、その聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれると言われている。もちろんこの悪夢からもね。つまり
一番上まで登りきれば助かるってことなんだな。おしゃべりが過ぎたね。そろそろ次の試練へ案内するよ。カテドラルか。よし。黒い石には動かせる石と動かせない石がある。石の性質を見分けながら進んでいこう。くそ、またあのえぐい罠がありやがる。 Commencing area 2. Are you ready? ふっと、よし、あんたか。あそこのペア、登り方を話してるよな。ああ、聞いてみたらどうだ。うん、なんかやる気ねえな。面倒なんだよね、生きるも死ぬも。ダセえじゃん。本部長みたいな鬱陶しいやつがいないといいな。いや、聞いたか、真の自由の話。頂上にたどり着けば悪夢から解放されて真の自由が手に入ると。真の自由ってなんだ。僕でも自由になれるのか。あんな生活から逃れることができるのか。ともかくそれには上に行かないぞ。立てるか。よしてくれ。僕は君だって蹴落とすかもしれんぞ。目が覚めるとここでのことはきれいさっぱり忘れちまうんだ。なのに気がつくとまたこの場所に戻ってるんだよ。ここ何日かはこの形状のルーティンさ。こらもうそろそろやばいわ。うわ、わかるんだ。上に行くとやべえのが来るって。やだ、ここ動きたくない。どういう意味だ。下から追ってくるんだよ。俺を殺しに来るんだ。とりあえず落ち着けって。そんなんじゃ本当に殺されるぞ。クールじゃないか。よくここまで来たね。だけど残念だよね。頂上になんかたどり着けないよ。死ぬんだ、みんな死ぬんだ、死ぬんだよ。おい、しっかりしろよ。冷静になんないと。
乗り越えらんねえぞ。もしかして俺最近おかしいんだ。気づくと踊り場にいて体中血まみれで。俺も全身傷だらけだよ。すりむいて血が。違う、俺の血じゃないんだよ。おいあんたか。100年前にもここを脱出したクールな羊がいるんだってね。ってことは僕たちも出れるかもしれないのかな。かもじゃなくて絶対に出るじゃないのか。ああそうだったね、絶対に出てやるだ。あっちに技の相談してる羊がいるから参加してみるよ。な、登りてえのに他の羊が邪魔で上に行けなかったり、せっかく引いた石を他の羊がダメにしちまったり、あいつらいつかまとめてジンギスカンな煮込みにしてやる。なるほったよ、毎晩毎晩疲れるぜ。やっぱあれかね、二度あることは三度ウェッジ。それ何でもいいですよね。雑誌記者なら言葉に敏感じゃないか。はあ、仏の顔もサンドイッチで、とうとう言ったな。こんな登りがこの上大物が来そうな雰囲気なので技の情報を公開しておきますか。そうだな。ではまず私が編み出した技ですが、切り返しについて説明をしよう。石を引いたらぶら下がりで反対側まで移動しよう。そうすれば石が押せるのだ。狭い足場で特に重要となる一連のアクションを覚えておこう。正直なかなかの技でしょう。まだありますよ。押し崩しについて説明をしよう。積んである石が穴だらけで不安定だったら思い切って押してしまうのも手だ。わざと石を崩し落として簡単に道を作ってしまうのだ。使いどころありそうじゃねえか。ああ、それで言うと一個思いついた。こんなのも技になるかな。壁引っ掛けについて説明をしよう。剣を利用すれば壁になっている石にも引っ掛けることが可能だ。石を引っ掛けられる場所は自分の左右にある石だけじゃないぞ。石を壁に引っ掛けて足場を作ろう。なるほど、それは思いつきませんでした。兄ちゃんいい技持ってんな。俺が女なら抱かれてるぜ。なるほどね。おい、分かってるよ、座りなって。串刺しの罠も通用しないなんてね。見ていて面白いよ。怯えたまま道の途中で運任せに朝を待つ羊とはあんたは違うみたいだね。先送りにしたって長引いてしんどいばっかだろ。第4問です。キスやラブシーンを数々の相手とこなす俳優を羨ましいと感じたりしますか。選んだのはそっちか。本心だと受け取っておくよ。なあ、他の奴らをここに落としたのも同じ奴なのか。他の羊に構っている暇はないよ。生き延びたければね。ほら、今夜もあんたの命を狙う者の声が聞こえるよ。またか。
ついに今夜の最終エリアだ。敵の攻撃に翻弄されないように地形をうまく利用しよう。何なんだよ、今度は一体。ちょっとマジ勘弁してくれよ。おめでとう、完璧じゃないか。これで第三階層拷問形状は終わりだ。参ったな、まだ当分生き残りそうだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。エース、ゴールドプライズ獲得。目覚めてからは長いので今回はこの辺で。それでは次回。